大丈夫ですか。はい、おはようございます。な、何だ、大丈夫ですか。はい、ということで、今日ですね、小菅トラウトガーデンさんに、はい、来ております。で、平日でちょっと撮影とか、ちょっと水中とかいろいろ撮影しようと思って平日で来たんですけど、なんとこの子20人以上お客さんが来てまして、21人、まあ皆さんご存知の小菅さんちょっと狭いので、撮影できなくなっちゃいました。で、さらにこれあれだ、あれだ、トトロじゃありません雨が、全然予報で雨の予報なかったのに雨がたくさん降ってきちゃいまして、で、あと、昨日大雨が夜中降ったようで、小菅さんの近くで、で、水が濁っちゃってて、ちょっと魚の動きも、撮影できないので急遽ですね、ただ遊びに来ただけドライブ、ドライブ、はい。で、一応今日小室くんもいるし、あと新人の EMT に新しく入った、名前なんだかな、おっさん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 石川くん、はい。あと、しげさんと、しげさんの息子さんも来てますので、ちょっとその辺、迷惑にならない程度に撮影して、はい、皆さんにお送りしたいと思いますので、はい、一番長いのは食事タイムだね。食事タイム、はい、だと思います。はい、じゃあちょっとセブンイレブンの美味しいコーヒー、休みということで、よろしくお願いします。いいとこかかってんな。すみませんね。これはこの辺なんだろう。そこまでわかんないですよ。カメラだと。大丈夫です。使います。石川選手。どうすか、教わった。いや、わかりやすいですね。一匹。今とりあえず一匹。おお。薄いところの、はい、濃いと薄いのギリギリのところに持ってくる。そうすると魚が見つけて勝手に来るんだ。こうやってこうやって、だから濃いところに持ってっちゃダメ、はい、ただこっち近くで近いと向こうも見える。そう、向こうも見えるから、だからオッケー。できればちょっと遠めの薄いところに投げるのがベスト。うわ、行ったと思ったけどな、アルビノ。ピンク色いいですね。ピンク。ピンク。今日はね。今日は、ね。水の濁りは心の濁りだからね。ネオシの教え。小室くんの心の濁りが水の濁りです。だから俺の前はいつも濁りがないんです。心に濁りがない。でかい。ちょっと閉めてもいいよ。色はいい色だね。ちょっとネット借りようってネットにしようか。すんげーとかかかってない。
ひたすら歩いて、